実はですね、翔平TV が、6月1日からですね、まあ理由なんですけども、まあ僕はあの2年前ぐらいにファイヤーズのグローブ8000に行ったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。はい、どうも、翔平 TV です。はい、本日はですね、モンタナスポーツさんにいるんですけども、本日は、翔平 TV がグローブを、オーダーしています。はい、というわけで、本日グローブをオーダーしに、来たんですけども、メーカーをまずは紹介していきたいと思います。それが、こちら、はい、ラグデリオンっていうあのメーカーのグローブでして、アトムズグループのグローブメーカーとなっております。ラグデリオンといえばですね、なんかあります？松坂投手が、まあ、いくつもキャンプでグローブ使ってたけど、その中の一つのメーカーで、マジですか、ラグデリオン使ってましたね。なるほど。じゃあ松坂選手ってやっぱいろんなメーカーのねグローブを使ってますけども、その中でラグデリオンも使われてたということで、去年ですね、女子プロ野球の取材に行った時に、あの、海田選手っていう方が、女性のね、ピッチャーの、左利きのピッチャーの方がいたんですけど、その方も赤いラグデリオンのグローブ使ってまして、かっこいいなーって思ったんですよね。で、今回、ラグデリオンの、グローブをオーダーしていくってことで、なんと、僕が使うのではなく、高校生向けに、今回はグローブを作っていきたいなと思っております。オーダー用紙を、まず写していきたいと思います。はい、はい、まずこれがオーダー用紙となります。カタログがこちらですね。こちらいっぱいありまして、まず、今回僕がオーダーするのはこのジャパンステアという5万2000円の方をオーダーしていきます。ジャパンステアはしっとり感があり手に馴染みやすく、しなやかさが特徴のレザーというふうに書いてます。まずステップ1、はい、基本型モデル選択、まず基本から選んでいくと。はい、こちら基本モデルが4種類ありまして、今回はこのこちらの王冠モデルの方を基本としてやっていきたいなと思います。まず記入します。じゃあジャパンステアマルします。はい、やりました。ステップ2、右投げ左投げ、はい、はい、右投げですね。右投げステップ2はカラーですね。今回はですね、グローブカラーなんですけども、こちらのブラック、このブラックに、します。はいはい、いいですか。これブラックにしますんで、ブラックと書きます。で、平浦は今回はレッドオレンジにしようと思うので、平浦はレッドオレンジ、はいはい。はい、ブラックと書けました。じゃあ13はレッドオレンジで、オレンジと書きました。14番、親指かける、これも同色じゃないといけないんで、ブラック、ブラック。じゃああともブラ全部ブラック、はい、ブラック、ブラック、はい、できました。ステップ3ですね。ステップ3はウェブを選ぶところですね。はい、ウェブ、まあ、ざっとこんな感じ。ウェブは全部でありまして、今回はですね、翔平 TV このタイプ02っていうやつを選んでいきたいと思います。で、お次ステップ4ははみ出しを選ぶんですけど、今回は切りはみのホワイト、こちらでいきたいと思います。ステップ5はヘリカワ、これも、同じ高校生は同色、同色ってことはブラック、ブラック。で、レースカラーですけど、これはなんか決まりはあるんですか？高校生は同色じゃないといけないんで、ブラックなんだけど、ただのブラックか中白のブラック。これが中白ブラック、中白にしましょうか。じゃあ中白、中白にしましょう、はい、次はこのステップ7、ムートンカラー。ムートンカラーはグローブ入れたところのこの部分ですよね、はい、色ですよね。このホワイトでいきます。ステップ8ですけども、新タイプってあるんですけど、そう、新タイプめちゃめちゃあるんですけど、僕もちょっと全然知らないんですけど、 A から E までありまして、まあ A は内野向け、B は内野固めで、 C が内野向けの人差し指のみ硬い、 D が柔らかく、
で E が硬く厚く投手用と。今回このおすすめのね B タイプと新タイプ B と書いてありますので、今回は B にします。次ステップ9は土手紐投手方向順巻き、順巻きにしましょう。順巻きにしましょう。順巻きでいきましょう。ステップ10グリスト、はい、グリスなんですけど投手向けのやつ、このタイプ B でいきます。ステップ11のこの縫い糸ですね、ステッチと言われます。ステッチは何色が OK ですか？何色でも OK です。高校生、高校生何色でも、これ全部使えるそうなんで、ちょっとまあせっかくのオーダーなんで、この空色っていうのにしようかなと思います。翔平から、翔平からです。翔平から空色イコール翔平からにしていきます。そしてステップ12のラベルなんですけど、この星マークがあるところは、公式戦使えない。ピッチャーは、ピッチャーは使えない。ピッチャーは白とかグレーが入ってる、ラベルはルールで使えない。使えないってことで、それ以外で選んでいくんですけど、さっきあの縫い糸ステッチを空色にしたんですよ。なのでちょっとこのゴールドと空色でいいですか？はい、いいですか。8番、8番どうですか？こんな感じでどうですか？でオプションとかはどうします？特にオプションは、指カバーですか？指カバー、なるほど、はい、これは丸ですね。指カバー丸ですね。指カバーに丸、はい、あと、このラベルをどうするか、こっちがいいですね。親指側行ってみる。これって何ですか？これはこう1枚にしてるんですけど、まあそうするとちょっとやっぱ値段高くなっちゃうんで。なるほど。これが親指ラベル、どれ？親指ラベル、これ丸すればいいですか？はい。でこれ見てもらうと、まあピッチャーなんで指カバー、指カバーして、でこのラベルをこの親指の方に横に持っていく形でこれでやっていきたいと思います。はい、というわけで、今回ですね、はい、こちらのラグデリオンのオーダーをしてきました。ちょっとね字クソ汚いんですけどやってきました。はい、イメージ的には黒いグローブで平裏が、レッドオレンジ、ステッチが空色で、ラベルも、空色とゴールドのやつ、王冠スタイルでやっていきました。でこれは高校生対応してるやつなんで、まあこれからオーダー注文の方するので、いつできるかちょっとまだ分かんないってことで、できて、お店に届いたらまた動画で、ご報告しようかなと思います。ちなみにラグデリオンこのような感じでたくさん、ちょっと光があれなんですけど、非常にかっこいいグローブですね。で中にはあのラグデリオンのなんか T シャツやパーカー、キャップ、バットなどいろいろなんかそういうのもあるそうなんで、アトムズグループの、ラグデリオンをぜひともチェックして、オーダーしてみてください。今回は、モンタナスポーツでラグデリオンの、高校生対応のピッチャー用を、オーダーするという動画でした。はい、まあ、届き次第また動画出したいと思いますので、そちらチェックの方よろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。許可出ましたんで、今回はですね、こちら、ファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね、借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。翔平TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。